林洋一でございます。こうやって皆さんの前で林洋一でございますと言えるのは、やはりNHK の大河ドラマ30億、昭和39年の赤穂浪士ですかね。それで、世間的に林洋一という名前を知っていただいたということでございましょうか。私は昭和17年、1942年2月の14日という生まれでございまして、僕の生まれた時にはバレンタインデーというのはなかったんですよね。いつからこのバレンタイン出てきたんですかね。雑学の本によると、メリーチョコレートというのが仕掛けたということを書いてございましたけれども、本当なんでしょうか。昭和17年2月の14日、13日の夜から雪が積もりまして、14日の朝にはおよそ20センチぐらい積もってたと、話で聞いております。私は関西では、一応名門の中村鴈治郎のひ孫にあたるもんですから、お芝居のお客様がお祝いの、病院に駆けつけてらっしゃって、歌舞伎のお芝居というのはお昼だけの方、夜だけの方、またお昼も序幕で終わってしまう方、夜も最後の狂言しか出ない役者さん、そういう方がいるので、とにかく朝から雪が降るのに、そんなうちに生まれたもんですから、皆さん役者さんはその当時着物で袴をつけて草履でいらっしゃったんですが、もう袴の裾が全部ボトボトだったというふうに母親が申しておりました。その時は、兵庫県西宮市雲井町というところに住んでおりまして、生まれた病院は聞いておりません。でもそういった具合でたくさんのお祝いのお客さんが来て、うちの父親が、舞台を終わって駆けつけてきたのが、病院に来たのは夜の10時頃と申しておりました。その時にうちの父親は、口下手っていうか、初めての子供でね、どういうふうに言ったらいいのか分かんないんですけども、僕たちの中ではとにかく朝おはようございます、夜はお疲れ様でしたというのが終わるんですけども、病院に来てしばらくうちの母親のじーっと顔を見て、お疲れさんでしたっていうのがなんか印象的だったようでございますけど、その時私は本当は5月に生まれる予定だったんですが、7ヶ月後というのは本当は育たないそうでございます。生まれた時はもう体中体毛があって、お猿を産んだんじゃないかというような感じの子供だったらしくて、うちのおじいちゃんが来た時に、生まれた子供は目方どのくらいあったのと、800目ですねって言われたんで、おお、肉だったらすき焼きで食えるねって言って、先生と看護師さんにすごい目で見られたと言っておりました。そのように800グラムしかなかったんですね。それで育たなかったのが、子供の時に病弱だったせいもあるんですけども、育ってまだ80でもこうやって元気でいられるというのは、親のおかげというか、神様のおかげというか、誰かのおかげでもってこうやって生きてるわけでございますが、2月の14日に生まれまして、すぐ、うちの父親が私と同じように短気だったんですね。歌舞伎と喧嘩いたしまして、歌舞伎をやめて京都の島津製作所というところへ勤めまして、勤めて2ヶ月も経たないうちに兵役に取られて戦争に行って、そのままだったという父親でございます。そして私は、父親が出征していったので、昭和20年に、岡山県勝田郡勝田町真壁というところの、郵便局の局長さんの離れを借りまして、うちの又一郎が巡業に行ったことがあって局長さんにお世話になったので、その関係で郵便局の離れを借りてそこに住んでおりました。